ちは。こんにちは。いや、ゆうたかさん、なんか嬉しいことでもあったのか、はい、なんだ、はい、まあ、ゆうたかさん、あれ、ゆうたかさんコーチの時はもういなかったんですもんね。いや、いたいた、内川選手です。内川だろ、はい、いたいたいた。最初の2000年かな、はい、コーチやった時に内川いたんだよ。あ、そうだった、うん、まだギリギリいたんですか。いたいたいた。いや、それでお前腰高くてね、3000万と腰低くして取りに行って、1億とどっちがいいって言ったら、いや、低い方がいいですで、低い、じゃあ低く構える、はい、ちゃんと低くスタートし、その体勢をキープしろみたいなことで守備練習とかやってたんで。あ、そうだったんですね、うん。まあ、その内川選手が、まあ、久々にセリーグに戻ってきて。そうだな、ヤクルトに戻ってきて、うん、で、今どうですか、どう見てます。いや、この前のあのジャイアンツ戦で伊能だったと思うんだけど、はい、ホームラン打ったよね、はい、あの打ち方を見てると、やっぱ技術は高いしさ、はい、そう、バッティングで言うことは何にもないよね。そうですよね。あ、いや、だからまだまだ体も元気みたいだし、うんうん、で、気力というものがやっぱこう萎えてないよね、はい、やる気はあってもさ、実際野球が始まってチームが変わったら、なんかちょっと違うなって言ってモチベーションが下がる選手っていうのは結構いるんだけど、やっぱなんかこう新たな新鮮な気持ちでなんかやってるというかね、はい、まあ、そういうものがなんか伝わってきたというかね、あのホームランには。そうです、ね、だからすごくあの頼もしく思ってるし、はい、まあ、当初、まあ、外国人が入ってきてね、はい、まあ、代打の一番手とか、うん、勝負どころでの代打っていうのは考えてたかもわからないんだけど、やっぱ彼はやっぱ貪欲だね、野球に対して。いや、代打じゃないんだよ、レギュラーで出たいんだみたいな、はい、そういうのがやっぱ打席で伝わってくるもん。しかもそれがちょっと今現実味をもう出てきてるんですよね。うん、外国人が入ってこない、はい、で、また調整が遅れる、うん、そしたらもうファーストにポッと入れるもんね。そうですよね、うん、うん、まあ、そうなってくるとやっぱヤクルトのあの打線に厚みがもう一枚加わるという。で、村上が得点圏打率1位でしょ、はい、で、村上の後のバッターがすごくヤクルトにとっては問題だったんだよ、はい、だからその出塁率がトップで、やっぱ歩かされるケースっていうのが村上は多かったんだけど、はい、今年はあの内川が例えば5番にポンと入れれば、やっぱ内川の勝負強さとかさ、やっぱ経験っていうのことで、やっぱ村上と勝負していくケースっていうの結構増えてくると思うんだよね、はい、だからそうなってくるとやっぱ内川の存在っていうのはでかいなと思ってさ、はい、いや、すごい楽しみだよ。そうですよね、頼もしいし、はい、ですよね、うん、いや、だから去年1年間全く一軍で試合できてなかったじゃないですか。まあ、そうだね、いろんな思いが多分内川選手あると思うんですけど、まあ、マグマのように溜まってるよそんなにやっぱり、いやいや、そりゃそうだよでもさすがなのは、はい、やっぱいい加減にやってなかったということだよ。それはあのファームでってことですね、うん、やっぱ一生懸命やってた結果が、うん、俺はジャイアンツ戦の時のあのホームランにつながってると思うよ。オープン戦だけどね、まだね、はい、オープン戦だけどその、 あのホームランに俺はつながってると思う。だから紳士的にやっぱり野球に向き合えるやつだね。そうですよね、うん、内川選手って豊さんから見てどういう性格だったりとか。性格は前向きで負けず嫌いだよ、うんうん、それで負けることは許されないという、はい、まあ、そんな感じの男だよね。だから時として、まあ、前にあいつを立たせると一生懸命さ敵地に変わって一人で乗り込んでいくタイプ、はい、え、誰もついてきてないみたいな、はい、いやいや、ついてきてよみたいな、はい、そのぐらい暴走するというかさ、うん、そのぐらい の、 あの熱い男だし強い男だよ、うん、だけどチームが変わったことによってみんな引き連れることができる、引き連れることがね、はい、で、青木という、うん、もう一人の、まあ、大ベテランもいるしさ、はい、だからこの二人でチームを引っ張っていけば、うん、まあ、ヤクルトっていうのは相当やると思う。そうですよね。それとバンデンハーグが入ったでしょ、はい、だからヤクルト、まあ、最初最下位だなとか思ってたけど、やっぱちょっと考え直すもんね。あ、内川の存在で、はい、まあ、バンデンハーグもそうだけど、うん、でも内川のあの打線に入れるということだけでも順位がちょっと変わってくるんじゃないかなって思わせるぐらいの選手だよね。
そうですよね、うん、しかもそのヤクルトって、まあ、和気あいあいっていう昔からそういうなんかチームで、今ベテランって青木選手がいて、その青木選手とその下の選手の年齢が結構離れてる、ね、そこにその内川選手が来たっていうことで、うん、何か一つまとまりだったり経験値とか、まあ、どうなんですかね、外からねいきなり来て、はい、その選手を中心にまとまるっていうことは、うん、なかなか難しいんだけどさ、うん、だけどソフトバンクという厳しい環境でやってたでしょ、はい、やっぱもう生存競争も厳しい、うん、ライバルもたくさんいる、で勝たなきゃいけない、はい、まあ、そういうところでやっぱ内川嫌というほど味わってきてるんだよね、そういう環境で、はい、だからそれをやっぱヤクルトに伝えるという、はい、この伝え方っていうのは難しいんだよ、うん、よく言われたのは、はい、いやジャイアンツではこうやってたとかさ、あ簡単に言うんだよ、はい、いやいやちょっと待ってよ、で俺らの腹はね、うん、いやここジャイアンツじゃないしみたいな、うんうん、だから伝え方って大事じゃない、はい、確かにジャイアンツっていうのは昔強かった、うん、でソフトバンクも今強い、うん、それをいやソフトバンクではこうだったっていう言い方じゃなくて、いやこうやったらソフトバンクに近づけるかもわからないねとか言い方です、ね、言い方で全然人の取り方って変わるから、はい、だからそこら辺で伝えてってほしいなっていうのはあるよね。そうです、うん、やっぱね育成にしたって競争にしたって一番今厳しいところはソフトバンクだよ、はい、ね、それを考えるとうまい伝え方でやっぱなんていうのヤクルトのやっぱカラーを少しでもこう戦う集団に、戦ってるよ戦ってるけど、でもソフトバンクの戦い方、巨人の戦い方、意識とはやっぱちょっと違うと思うんだよね、はい、DeNA とかも、うん、でもやっぱ強いチームってもっとこういう考え方をするんだとかさ、うん、そういうことをやっぱこう伝えていってほしいなと思うよね、そうですね、うん、だからそれができるから彼は、はい、やっぱ弁も立つから、うん、あいつ賢いからね、うんうん、だからそういうことをうまく伝えていってヤクルトをこう引き上げてほしいなと思うよね。そうですよね、うん、あとはその外国人選手が入ってきた時、うん、でもその内川選手また競争が始まるじゃないですか、うん、そこになんだろうアピールというか勝っていくためにはあと内川選手どうしていけば、まあ、確かにね、うん、外国人っていうのは取った以上やっぱ使いたいんだよ、うん、使いたいけど外国人のポジションを考えなきゃいけないぐらいの内川が活躍しとけば不動になってくるんだ、変えられないですもんね、変えられない、うん、それとやっぱりレギュラーでずっとやってきた男だけに、はい、そのレギュラーのペースっていうのを分かってるんだよ、はい、だから疲れた時にはこうやればいい、うん、ね、元気な時はこうやる、うん、そういうことが分かってる人間だけにもう調子が良かったら春先ずっと行っちゃうよそのまま、あ、そうですか、それは変えるのはもったいない、高津監督だって外人なんで右も左も分かんないんだからまだ、はい、それは打ち替えるのを確実にやるっていうんだったらさ、うん、それは取って変えてもいいけど、やっぱ打ち替えはこう走り出して調子が良かったらそのまま行っちゃった方が絶対いいよ、おー、あ、そうなんですか、それは絶対いい、うんうんうん、だからそういう意味ではヤクルトはやっぱりいい選手取ったと思うよ、そうですね、うん、なんかちょっとうまい具合にそれだったり補強とかが、うん、ここに来てこうピースがはまり始めてるというか、そうだな、だから野手はね、うん、何の心配もいらないというかさ、はい、疲労が出す余裕があるんだもんダイヤの技術、出したその試合で西浦、はい、ショートやってた西浦がホームラン打ってるしさ、はいはい、だからそんなに心配いらないんだよ、うん、ね、で山田も今年はやるだろう、はい、まあちょっとね、ちょっと今体の張りを訴えて、はい、ちょっと休んでるけど、だけど戻ってくるで、まあホームランも打ってるし、はい、調子がいいと思うんだよ今年はね、で村上が安定は多分してると思うんだよ、はい、そうなってくると打線考えると怖いからね、あそこの打線、そうですね、うん、3、4、5、そうそう、あとはピッチャー次第だそうですね、でも内川がやっぱり経験上ピッチャーのところに行って言う言葉っていうのもまた違うと思う、マウンドに行って、うん、その言葉っていうのはすごく大事なことだし、はい、その間というものもやっぱ大切なものだから、勝負っていうのは、うん、だからやっぱ経験者内川がね、そのファーストにいるのといないのとでは、うん、やっぱちょっと違うよね、そうですよ、うん、いや内川選手が入ってきてヤクルトが今年ちょっと順位を例えば A クラスであったりとか、うん、ね、
おっていう位置まで行くといいですよね。いやそりゃいいよ、うん、取った価値あるし、はい、ね、で田口が活躍したみたいな、そう、ね、受賞したってなると、うん、いやだから本当に入ってきた人たちも一緒に相乗効果で上がっていったっていう。そうだね、うん、だから今年のやっぱりヤクルトっていうのは台風の目になりそうな感じがするよね。まあ巨人は強い、はい、で阪神も今年は絶対いい、うん、で中日もそこそこいいだろうみたいな、うん、DeNA が外国人が来なかったらちょっと落ちるかなみたいな、はい、そしたらヤクルトが本当になんか浮上してきそうな気もするよね。そうですね、うん、でそのやっぱり要因の一つにやっぱり内川選手が加入したってなってほしいですし、まあそうだね、うん、だからソフトバンクでもリーダーをね晴れてた男だから、はい、やっぱそれなりの人格者だし、はい、だからそういった意味ではもう本当内川に期待するところっていうのは大きいよね、うん、そうですよね。で青木も一生懸命やるじゃない。な、内川も一生懸命やるから、はい、若手が抜けないんだよ。そうですね、抜けないっていうのはもうちょっとチャランポラにはもうできないということで、まあまあズルできないってことですよね。そう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 、だからあの2人っていうのはもう打つことに関しては貪欲だからね、うん、まあ守りもそうだけど、はい、それと勝つということに対しては2人とも貪欲だから、うん、これはやっぱ相乗効果、うん、若手をこう引き上げるのにね、はい、相乗効果っていうのはこう楽しみだよね。そうですね、うん、そして内川選手もぜひねシーズン応援していきましょう。いやもうちょっとレギュラーで出てほしいよな、ずっとな。いや本当です。俺も最初はもう外国人が入ってきたら、うん、ね、まあ代打の一番って、うん、まあたまに外国人が、ね、休みたい時に内川かなと思ってたけど、うん、いやいやまだまだ力を衰えてない。ああ、じゃあ楽しみですね。ね、頑張る内川。頑張ってください。ね